ことを引く慶向慶康氏は、中国三国時代の義の文人。字は祝、祝夜。四州国県の人。竹林の七県の一人で、その主導的な人物の一人。父は、慶明。兄は、慶喜。子は、慶章、女子一人。幼少の頃、孤児となり、義の年末の政治的に不安な時代を生きたが、自由奔放な性格と、義の講師を妻とした。 複雑な立場から、妙理を諦め、琴を引き死を歌い、山沢に遊んでは帰るのを忘れたという。したがって、老僧を好み、勘は、中山大部に至ったが、山党から役を譲られようとした時、絶好書を送った。曹操のひ孫娘の長楽亭主を妻とし、義の喪失の隕石として、中山大部に任じられたので、慶中山とも呼ばれる。 非凡な才能と風采を持ち、日頃から、りに人と交際しようとせず、山中を少量して、戦略を求めたり、探鉄をしたりするなどの行動を通して、老僧思想に没頭した。気心の知れた、少数の人々と、聖壇と呼ばれる、哲学論議をかわし妙理を求めなかった。友人の山東が、自分の公認に、傾向をリブローに推薦したときには、 与山巨源絶好書と書いて彼との絶好を申し渡した上で、それまで通りの生活を送った。ただし、死の直前、この継承を山東に託しているように、この絶好書は文字通りのものではなく、自らの生き方を表明するために書かれたものであった。傾向の親友であった両安は、兄の両辰美が、 自分の妻と私通したことでいさかいを起こし、兄を告発しようとした。ところが、身の危険を感じた、両立罪によって、先に、親不幸の罪で訴えられた。この時、慶光は両安を弁護しようとした。しかし、紹介は、以前から慶光に冤魂があったため、この機会に慶光と両安の言動を風俗を乱す、行いだとして、芝明に残言した。 このため、大和のリブローへの推薦を断ったことと、両安を弁護する姿勢が、罪状に挙げられ、慶光と両安は、死罪となった。当時、旧軍に孫党という同志がいた。慶光は山に薬草を取りに行った時に知り合い、彼の元に3年通っていた。しかし、孫党が一言も口を聞こうとしなかったため、慶光は別れ際に、先生、 まだ口を聞いてはいただけないのでしょうかと尋ねた。そのため孫斗は、初めて口を開き、あなたは多彩だが見識が乏しい。今の世の中では難を免れるのは難しいぞと言った。結局、傾向は死刑という難を免れることができなかった。傾向は、ことを演奏することを好んでおり、ある時に見知らぬ人物から、 高領さんと呼ばれることの曲を学び得意としていたが、誰にもそれを教えなかった。K の直前にこの曲を演奏し、高領さん、今において税優と言い残し処刑されたという。声無愛楽論、ことふを表すなど、音楽理論に精通していた。著作は他に、養生論、釈詞論があり、詩は、優奮詩、増収再入り群五種などの四個と詞に優れていた。 ありがとうございます。